写真拡大。台湾台南市で行われている第5回 WBSCU12 ワールドカップは1日スーパーラウンドがスタートし、侍ジャパン U12 代表は初戦でベネズエラに4対1で逆転勝ち。開幕から無傷の6連勝を飾った。勝利の立役者となったのはチームでもひときわ小さい142センチの高畑智希、兵庫羽賀リトルリーグだ。先制を許した直後の2回、高畑は一時満塁から見事に同点スクイズを決めた。続く片岡大夢選手、大阪狭山ボーイズが西に三塁からセンター前に勝ち越しとなる2点タイムリーを放ち、日本は逆転に成功。試合のペースをすぐに引き寄せた。6戦目にして初めて先制を許した侍ジャパン。直後に訪れたチャンスで西俊久監督は高畑にスクイズの指示を出した。試合を振り出しに戻した。 U12 代表は小学校6年生と中学校1年生の2世代で構成されているが、高畑は小学校6年生。リトルリーグでは走者がリードをすることが禁止されており、スクイズはできない。そのため、なんと今回が人生で初めてのスクイズだったという。それでも最初からスクイズのサインは出ると思っていたと緊張はなかった。1回失敗して少し焦ってしまったんですけど、もう1回あるので冷静になってきっちり決められたので良かったですと強心臓で役目を果たした。さらに4回には2塁の守備でも好プレーを披露。西走者なしから1、2塁間を抜けそうなゴロに追いつくと、体勢を崩しながら1塁に送球してアウトとした。僕の強みは守備なので、ピッチャーを救えるような、楽になるような守備ができたので良かったです。大会を通して好成績を残している投手陣を後ろから支えている。2日にはグループ B を首位通過した韓国戦を控える。小さな守備職人は韓国はテレビで見ていたらめっちゃ打ってきたので、しっかり硬い守備を見せて韓国打線を止めていきたいですと意気込んだ。勝てば初の世界一に向けて決勝進出が見えてくる。工藤圭大、圭拓度。